レイジングブラスト、ここに最短。ドラゴンボールという最圧部隊で熱き戦士たちの戦いが今再び未曾有の成長を遂げ、ついに登場。ドラゴンボールレイジングブラスト2、超ハイスピードとインパクトあふれる躍動感、 3D フィールドを自由に使い、ゲームならではの興奮を味わえ。圧倒的リアル描写でグラフィックを徹底強化。60フレームのビレー空間が激闘の時を刻む。登場キャラクターはついに100体を突破。新キャラも続々参戦。カウンターからコンボラッシュを決めるなど、プレイヤーが描くイメージが戦いを決める。リアルタイムで形態変化をすることで、より強力なパワーアップが可能。多彩な戦略がリアルバトルを制する。さらなる新技も多数収録。ツフル人の目的は俺たちサイヤ人への復讐だろうな。あと70日後に地球は絶滅してしまうわ。これでサイヤ人どもは我らツフル人の恨みを飲み込んで。新規書き起こし長編アニメーション「スーパーサイヤ人絶滅計画」を収録。誇りそいよちに。アニメ登場キャラクターもゲームに登場。ゲームとアニメ、お互いが物語を補完し合う。そしてレイジングソウル解放でバトルは極限状態へ移行。 BGM や天候まで変化し、クライマックスをプレイヤー自身で演出できる。おなじみの歌戦士影山博信の新曲がゲームをとことん盛り上げる。他にも多彩なゲームモードを収録。世界の凄腕に勝負を挑むオンライン対戦やガチンコ勝負の2人対戦も。全てにおいて進化したレイジングブラスト、最上級リアルバトルで格闘魂を解き放て。ドラゴンボールレイジングブラスト2、11月11日発売。新たな戦いがまた始まる。予約特典はスーパーサイヤ人絶滅計画設定資料パンフレットをご用意。この機会をお見逃しなく。